長久保コーチに最後ピシャリとこう手を叩かれて励まされました。日本の田村大和、頑張れ大和という声が飛びました。シェルブールの雨傘です。しました。ダブルアクセル。抜けてしまいました。これサルコですね。
田村も思い切った演技を見せました。出だしのジャンプ、そして最後のジャンプと決めました。途中 のフリップがダブルになってからしばらくおかしかったんですけれども、はい、まあ、最後ね、あのサルコから決まって良かったと思うんですけれども、よくね滑ってたんですよ、はい、ですからもうほとんどもう失敗しないでいけるだろうという感じがあったんですけれども ね、最初のコンビネーションの出だしから非常にいいジャンプを飛んでいた田村です。花束の数が非常に多く、このリンクの右半分は花束で埋まってしまいそうです。ちょっとここもね、ほんのちょっとだけ高さが足りない感じなんですね。高さですか、彼は本当にいつも淡々としている選手なんですけれども、この1年でジャンプの確率がかなり上がったというのがこの大会前の彼の話でした。特にあれですね、トーをついて飛ぶトージャンプ系のジャンプで、ええ、まあ、彼が練習の時に失敗しているケースってのはあまりなかったんで、まあ、それでやっぱりそうすると同じだし、考えてるうちにあれあれ。トーループをもう一回やろうと思ったけど、考えているうちにあれあれという話をしています。右が城田監督、左が長久保コーチです。この長久保さんは72年の札幌オリンピックペアで第16位という成績をお持ちの方です。5.1、イギリス 5.0、 日本とそれからルーマニア。これはしょうがないですね。途中のジャンプの失敗がありました。プレゼンテーションです。この時点で第2位、ホンダは第3位、トップはカナダのランドンです。9人が滑り終わっています。